はい。皆さん、グッモーニング、おはようサードデイ、ミッキーアイビンドチュウナガビラ、ミッキーのミラクルハッピーデイ。はい、本日はですね、手前味噌ですけれども、私の実の母親をゲストにお招きしましたパチパチパチはい、今日はですね、レイカさんはちょっとね、お勉強で名護に行くということでお休みです。2人で、親子で、今日は私の、祖母の、仮眠中だった祖母の話をちょっとねしていきたいなと思います。その前に、うちの母はですね、毎週木曜日にね、朝の何時からでしたっけ。9時半から。9時半から何をなさってるんですか。健康体操サークルですね。はい、健康体操サークルをしています。あれは自教術ですよね。そうですね、ストレッチ体操と自教術ですね。はい、何年ぐらいしてるんでしょうか。28年目です。はい、今ちょっと、お名前はということですけれども、はい、峰山茂子ですよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、10年以上なさってるんですよね。なさってるって自分の親なので敬語を使わないでおきましょうね、はい、いえ、健康体操です。27年ですかね。27年、え、長いね、27年、すごい。ということは、老人福祉センターが創立当時からですね。創立当時、はい、もう27年になるんですね。28年目ですけど、28年目、今年で、はい、実はうちのおばもね、はい、去年までは一緒に活動してましたね、はい、おばの指導員として、はい、岸本菊子というんですけどね、はい、今どこでやってますかね。伊佐の方、伊佐の、伊佐の老人福祉センター、あっちイリバルですよね、はい、イリバル老人福祉センターの方でね、毎週何曜日ですか、菊子さんは。土曜日です。毎週土曜日何時からでしたっけ。土曜日は9時、朝の9時からだったそうなんですけども、はい、今もだったじゃなくて、今もやっております。はい、まだ始まってね2ヶ月ぐらいだよね。はい、はい、そちらの方は参加料が出ますね。そちらの方はね、イリバルの方はね、はい、どっちも出ますよ、両方とも。あ、どっちも出ます。今坂道の健康、はい、老人福祉センターですね、はい、そこも出るんです。1年間年間でしょ。ですよね、年間いくらでも低価格ですね。はい、だそうなので、まあ、60代以上の方はおいくらで。だいたい月400円です。月400円ですよ。ありえませんよね、月400円ですよお安いリーズナブルと言いますかね、低価格ですね。まあ、定員が70名です、ね、70名おります。はい、ちなみに私のカラオケサークルは50名ちょっとですけれどもね、今60名ぐらい来てるかな。実は人数制限をしまして50名以内にということだったんですけども、ちょっとオーバーしてしまいまして、ね、60名近く今ご覧に、私のカラオケサークルは来てくださっています。で、健康体操はもうさらに多く70名余りね、うん、一時期120名まで集まりました、ね、最高が120名集まったそうです、はい、すごいですねそれをね、たった2人でね、指導員の方2人でしたよね、はい、去年まではね。今はお一人ですか。1人でやってます。今は一人での先生がね、菅京子さんでした、はい、が先生をなさっております。うん、とてもね、優しくてね、品のいいね、お坊ちゃまですね、はい、指導してるね、菅さんってね、うん、とてもうちの母と友人なんですけれども、いつもよくしていただいて、菅さんありがとうございます。今後もよろしくお願いします、はい、ということでね、はい、健康体操はどのようなことをするんですかね。うん、最初は何から始まります、準備体操って。最初はね、はい、県の方から、あ、県じゃない、市の方からですね、来てから
指導してくる指導員が来るんですね、はい、それでその後自供術チュラガンジュ体操というのがチュラガンジュ体操をしてから自供術に入るんですね、はいはい、でその後はストレッチに入ってですねストレッチに入ってそれから自供術です。あ、なるほどなるほど。約2時間ぐらいかかります。はいはいはい、はい、2時間ですよ。2時間ね、週1回2時間でもね、そのようにして定期的にね、規則正しいね、運動を続けていくとね、このようにスマートにツイキャスをご覧になれる方、YouTube で動画ご覧になれる方、うちのスマートですか、はい、でも健康です、はい、ということで、はい、それでは毎週木曜日、9時から、ね、2時間9時半からですね。あ、9時半から11時半まででしたね、はい、11時半まで老人福祉センター赤道ですか、赤道老人福祉センターの方ですねに興味のある方はどうぞ見学もねできますよね。見学もね、まずは見学なさって、また会員になられてね、ぜひ自供術そして健康体操ね両方ね、なさっていただけるといいですね。皆さんますます若く、アンチエイジングでね健康を維持してくださいということでね、その後私は12時から木曜日同じ木曜日なんですけども12時から2時までは、その赤道の老人福祉センターの方で歌謡カラオケの、講師をさせていただいております。こちらはもう10月までなんですけどもね、まあパーティーもカラオケパーティーも企画していまして10月の20日なんですけどもね、はい、ぜひ皆様もねカラオケここはね主にそうですね演歌夏メロという形でね、でもね、昔ではないですよ、あまり昔ではありません、そうですね瀬川栄子さんとかですね、それから、そうですね、瀬川栄子さんと石川さゆりさんとかですね、それから裕次郎さんも教えております。男性もいらっしゃいますのでね、ということで男性の方もぜひご覧になってくださいね。もうちょっとサークルに参加するのはちょっと難しいんですけどもね、外からご覧になれますのでね、もし興味がありましたら、その今申し上げました健康体操そして、歌謡カラオケの方よろしくお願いいたしますということで、それではここで一旦 CM に入りたいと思います。はい、皆さん引き続きミッキーのミラクルハッピーデイお送りいたしたいと思います。後半はですね、仮眠中だったうちの祖母麻戸かまどの話をさせていただきたいなと思いますね。毎日新聞でしたっけ、東京の新聞でした、朝日新聞、朝日新聞にも実は載ったんです、仮眠中として。新聞載った時はね A4 サイズぐらいありましたよね、これもでかかったですよね、はいはい、大きく今日ちょっと写真持ってくるの忘れちゃったんですけれども、ね、長い黒髪でね、はい、もう白髪がいっぱいになったらすぐ染めるというおしゃれなおばあちゃんでしたね。神様の前で神前で黒髪ではないといけないということ、白髪なかったですよ。白髪ない、いや染めてないですよ。あれ髪染めてたよ、地髪です。いやいやいや髪染めてたよ、染めてるの見たことあるの。
髪染めてたよ。いや、ずっと後からでしょうね。ずっと後から70歳過ぎてから、ね、ということはあのだいぶ60歳まで全然知らない。全然染めなかった。すごい、染めるの一度も見たことない。あ、そうなの、うん、じゃあ私の勘違いかもしれませんということなんですけども、うちの祖母はあのお母さん、あのどこ出身なんですか、もともとは。うち あのかまどおばあちゃんは、あの家さんですね、英島出身です。英島出身、違うでしょ、はい、ルーツだよ。あ、ルーツは泣き人へしきの方ですね、はい、泣き人のへしきの方だそうです。で、もともとは もっと昔は もっと昔は中城ですよね。中城、はい、うん、あれ何かの子孫って言わなかったかなあの朝とウフヤですね。朝とウフヤだったそうですの子孫ということですよね。身長は何センチぐらいでしたっけ。もう身長低いです。1メーター40ぐらい。1メーター40、うん、うちの歯が45ぐらいあるのでもっとちっちゃいんですよ。コンパクトですね、うん、いつも私がおばちゃんって言ったら絹おーと言って絹ようが言えなくて絹おーと言ってこう抱きつくおばあちゃんでしたけれども、私も小さいんですけど、私よりもさらに10センチぐらいちっちゃかったのでね、抱きつかれましたけどもね、はいすごい可愛がられました。孫がいっぱいいるのにね。そう、うちの歯の兄弟何人兄弟でしたか、もともとは。もともと10名です。はい、はい、まあこれから長いお話になるので、ちょっと短くさせていただきたいと思います。今ですね、のうちの祖母のお話ということなんですけれども、仮眠中のお仕事をしておりました。例えばですね、そうだよね、あの家島の祭事、ノロみたいな。ノロってなんだろう、祭事を司る人たちだよね、はい、司ですね、はい、それで何でしたっけ、あの家島塔頂に登る儀式があるって聞いたことがあるんですけど、うん、あれはウクイミと言ってましたけどね。ウクイミ、はい、ウイミと言うんです。ウクイミって言ったらもうちょっとこちらに。ウクイミじゃなくしてウイミ。ウイミ、はい、これはあれ何ですか、馬に乗ってなんとかかんとかって言ってましたよね。そうですね、あの仮眠中が、はい、5名ぐらい馬に乗って、はい、この塔頂の坂道を登るんですよね。考えられませんね、塔頂の坂道ですよ。で、まあ仮眠中だから無事に上がれましたけどね。あ、そうなんですか。でも上がるまでヒヤヒヤですよ、はい、時には落ちる方も落馬する方もいたんではないですか。うん、そうでもいないです。いない、はい、無事に全部上がりました。これとても奇跡的なことですよね。そうです。これ毎年ですか。毎年ですね、8月、旧暦の8月だったと思いますけど、登り切った場合はもう仮眠中としてそうそうそう認められるということですよね。 うちの祖母があのそうですねいろんなね神様のお告げを聞ける方だったんですけど、まあ、巫女みたいなね、はい、あの役割をしてたんですけども、ウフ神と言われてる、ね、あ、ウフ神ですが、あのやっぱりやはりね、当時からあのインチキだとか、ね、嘘つきだとか、うん、あのあらぬ噂を立てられて石を投げられることもあったそうなんですけれども、あるお坊さんの話をちょっとお願いします。あの鏡、鵜鏡様の話ちょっとしていただけると。あの、はい、なんて言いますか、戦争でね、はい、鏡を失って、はい、軍人堂というあの小さなお寺に祀られてたけどね、はい、それで失ってもうないって諦めた時に、はい、うちの母親が、うん、もうちょっと前でお願いします。あのうちの母親がね、はい、はい、こっち掘ってごらんってボンさんに言ったら、ボンさんは、うん、まあ信じないけどでも掘ってみようって言って掘ったら、うん、そこから現れたんですけどね。全く上からは、地上からは見えなかった。全然見えない。草もぼうぼう生えてたんですよね、はいはい、その中でお坊さんがいやいやこんなところにはないよと、うん、ね、それからお坊さんは、はい、あ、この人は普通の人じゃないっていうことで、はい、太陽神、天正大神というふうに言ってあの聞いたんですけども、おばからは聞くおばちゃんからはそうなんですか、
私もあの実は小学校ぐらいの時に、小学校中学校高校ぐらいまで、あまだあったね、あの泣き人にね、疎開してたんでしたっけ、あ違いますか、家、機械、家島から戦争中疎開したんだよね、名護に。戦争中はあの泣き人の方ですね、泣き人の方、はい、泣き人の方ですね、泣き人兵式の方です、はい、そちらにもあのまた戦後お家ね、お家を建ててね、はいはい、そこに長いこと通りました。その時に あのその鏡も ねお坊さんが譲り受けたんだった、お坊さんが譲り受けたのかな、うん、お坊さんから譲り受けた、おばあちゃんが、そうですね、これはあなたの、あなたが保護すべきだということで、もともとあのお寺のお寺が預かるべきだけど、うちの母親に渡したんですよね。そうなんですよ、はい、ということで、もうかなり昔の鉄製のね鏡でした ね、うん、ね、今は、ま、あの家島の方でしたね、家島の方に、はい、あの祀られております、はい、ということですね。それで、まあ、どうやって、まあまあね、戦後不思議なことがいっぱいあったっていうのを聞いたんですけど、へしきにいるとき、そうですね、熱が出たときに、お母さん熱が出たときに、ほらそこちょっと覚えてないけど、馬に乗ってなんか 馬でお祓いしたとかなんとかいう話前聞いたんですけど、熱を出したときに、うん、霊が乗り移ってるとか言って言われたとかいう話、忘れましたか、はい、うん、そうですか今その話を聞こうと思ったんですけどもね、まあ、私が聞いた話では、あの実はですね、私あの上中竈門の奇跡っていう、あの少し文章を書いているんですね、今ね書いてまして、いつかまたこのラジオで放送させていただこうかなと思っているんですが、その中で、あのうちの母がですね、あの高熱を出した時に、ちょっとね白いものを見たということでね、あのうちの、祖母が、これはちょっとね、悪いものが、嫌なものがついているということでお祓いをしまして、そして、お祓いだけでは効かなくて、物知りのおじいちゃんがいたって聞いたんですけど、あ以前に物知りのおじいちゃんがいたって言ったでしょ、を読んできてって言ったでしょ、お祓いできる、あれはですね、あの、うん、聞く子が妹ですけど、うん、聞く子があの、はい、引き付けしようたのよ、あ引き付けね、うん、引き付けしてするたんびにその人をお願いして、はい、当時はもうお医者さんいらっしゃらないもんだから、はい、祈祷師みたいな感じ、はい、うん、その人にあのいろいろと拝みしてもらったら、あのその引き付けがね良くなったんですけどね、という話もありまして、はい、小さい時の話で、またうちの祖母はあのよく独り言と言いますか、夜中起きてね、で自動筆記と言いますか、あの漢字も書けないんだよね、小学校出てないんですよね、小学校、まあ、無学に近いですね、だけど、はい、あの神がかりの時はスラスラと漢字であろうかみんな書きましたけど、もうその自動筆記されているもう達筆ですよ、あのはっきり言ってちょっとどの字かわからないんですけれども、でも達筆なんですね、どこの言葉か、あのインド の偉いお坊さんが乗り移って書いたっていうあの自動筆記のものがありまして、それ今保管してます私もうジーファーも、うん、おばあちゃんがつけてたジーファーってあるんですよ、スプーン型のね髪飾り、うん、それもあの預かっています、はい、それであのまた祖母のね、この上中竈門の奇跡って、ね、物語っていうのをが完成しましたら、またね、その実物のものをね、その本の後ろのページに載せるというのが私の夢なんですけれども、はい、今はちょっと温めておきたいなと思って今持ってこなかったんですけれどもね、はい、何をこう信仰していたんでしょうかね、うちのおばあちゃんは、祖母は、朝とかまどは、そうですね、沖縄の場合は、まあ、在教宗教というんですけどね、
在家在家宗教在家、うん、在家ですね在家 宗教ね。なるほどね。あの 黒い線香ですよね。そうそうそう、うん、でお香炉とですよね。火の缶、火の缶はまた別なんですか。いや、あの火の缶から拝んで、はい、まあ、最初火の缶の方からです。火の缶の神様って台所だから女の神様と思ったんですけど実は違うんですよね。違う、はい、ね、男ですか女ですか。それは分からないです。あ、分からないそうです。今でいう中間の神様だったのかもしれません。どちらでもないということなんですけれども、皆さん調べてみてください。すいません、私もあの私はまあ男の神様って伺ったんですけれども、あ、まあね、今どちらでもないっていうので、はい、どちらが正解か私もあの神様をね、あの見ることはできません。感じることはあるんですけれどもね、音を聞いたりとか感じたりとかで、夢に見せられたりということはよくあります。あのディジャブと言いますか、ね、実際に起こることをあの夢に見たりとか、またあの実はうちの祖母があの世で、うん、白装束で、うん、たくさんの、うん、方たちを女性を連れてですね、あちこちお参りする姿というのがね、あの夢の中で、でお祓いの仕方から全部こうやってこうやってやるんだよって見せられました。大きい珍名鍋でね、あのお祓いする姿で、その後、あなたは違う道で、ね、歌も歌えるし、あの音楽の道でね、あのやっていきなさいよって、これはねおばあちゃんがあの世でやってあげるから、あなたはそういうことはしなくていいよっていうふうにして、あの実は夢を見ました。夢を見させていただいて、おかげでですね、今はあの安心して、はい、あ、私ができることをすればいいんだなということで、音楽に集中して、今いろんなお仕事をさせていただいております。でもうちの母がですね、まあ、その祖母のあのなんて言いますか、そういうあのウートウトの仕方ね、全部あの分かっているもんですから、うちの母が時々ね、あの屋敷のうがんとかね、ね、屋敷のうがんとか、そういうお祓いとかもね、あのして、くれていますので、もう安心して今ね、私は自宅で、はい、お休みすることができるんですけれども、まあね、ずっとほら神事してたけれども、あれは何だったのかな。戦後神事してたでしょ。神事、ほらいろんなところ行ったじゃない。神様が、あ、はい、首里城からですね。はい、あの戦後首里、まあちこち島尻の、はい、清和宇多木とか、清和宇多木ね、うん。それから中城城市ですね。はい、そこ全部便所を持って。浜比嘉もありましたよね。はい、便所持ってね、あちこち拝みました、はい、私浜比嘉で1年生の担任になったことがあるんですけども、あちら小学校の方なんですけども ね、近くにね、うん、ありまして、はい、あの母とね、弟と3人で来ましたっけ、ね、うん、行ったことがあるんですけど、実は祖母がよく行ってたところだとね、後でおばからね、あの富子おばちゃんからあ、うちの母の長女、次女でした。次女、うちの母10名だったのでね、兄弟が。今はもう元気なのは4人ですか。そうです、ね、4人です、ね、はい、残ってる、残っているんですけどね。もうでも長生きでした、皆さんね。そうね、皆さん長生きで、はい、もううちの母ももう80、今いくつです。85ですよ。私はもううちの母はマイナス10歳と75って今言ってるんですけれども、はい、あ、もう2分前ということで、はい、それでは、私、歌ボイストレーニング、それから歌ピアノ弾き語り、ピアノ弾きながら歌うとかですね、それからピアノソロの教室で、自宅の教室でレッスンをさせていただいております、はい、090-6858-4578 です。090-6858-4578。ちなみに2階では、うちの峰山達也が弟なんですけども、カイロプラティックの先生をしてまして、
治療院をしておりまして、そちらの方もよろしくお願いいたします。はい、もう来週はですね、またれいかちゃん戻ってきますので、どうか皆さんよろしくお願いいたします。090-6858-4578、ミッキーのミラクルハッピーデイ。ですね、教室のことだけでなくても音楽のことで何か質問がありましたら、どうぞご遠慮なくお電話ください。090-6858-4578、ミッキーの音楽教室でした。また次回もまた皆さんね、毎週土曜日の11時半からオンエア、ミッキーのミラクルハッピーデイ、よろしくお願いします。